札所巡りが便利で楽しくなる。スマートフォンの無料アプリ愛巡礼帳シリーズ、四国88箇所、材木33所、秩父34箇所の3つのアプリ、各札所の参拝情報、アクセス、札所ナビ、豆知識、周辺情報も充実。札所にチェックインすればご本尊のスタンプが押され、参拝を記録。四国88箇所と秩父34箇所版では般若心経の音声を聞くことができます。詳しくは WSTV のホームページをご覧ください。そうかもしれませんね。普門寺上石山市殿歩道という、道路西支部上に変わりました。左へ行けば楼門客殿に行けるということになるので、ここを下っていきます。
てみますと、こういう道です。湧き出ています。雨が降ればここは水の大きな流れになるということですね。だいぶ下へ下ってきました。今下ってきた道です。
しい道です。今回お題する平安時代から江戸の三寺跡普門寺旧境内ウォーキングコースというのが身内されています。それでは普門寺をお参りしたいと思います。
文寺の楼門になる。